平野紫耀、エルジャポン表紙に登場。ファン熱狂の抽選販売、ファッションポートレート&独占インタビュー満載、注目度急上昇中。日本のエンターテイメント界において、平野紫耀という名前は今やトップアーティストの一人として確立されています。彼が表紙を飾る、エルジャポン、11月号特別版が、発売前から驚異的な注目を浴びています。2023年9月28日に発売されるこの特別版は、その予約受付が解禁された19日に、一時的に出版社の公式サイトがサーバーダウンするほどの殺到ぶりでした。各 EC サイトも即座に完売し、翌20日には重版が決定するという前代未聞の事態が起きました。この特別版が注目を浴びる理由は、平野紫耀のメディア露出がこれまで控えめだったことから、彼のファンが待ち望んでいたことも大きいでしょう。平野紫耀はジャニーズ事務所を退所した後、自身のインスタグラムアカウントでライブ配信やファンからの質問に答えるなど、精力的に活動していました。しかし、メディアでの露出は限られており、彼のファンが、いつ本格的な活動を再開するのかと熱望していました。そして、その待望の瞬間が訪れ、彼が、エルジャポンの表紙に登場することが発表された瞬間、ネット上は一大お祭り騒ぎとなりました。エルジャポン、11月号特別版には、平野紫耀がルイ・ヴィトンのジャケットやニットなどを着用したファッションポートレートと、独占インタビューが9ページにわたって掲載される予定です。平野紫耀の魅力を余すことなく伝える内容となっており、彼のファンにとっては垂涎の一冊と言えるでしょう。また、平野紫耀のファンにとっては、発売日の28日が待ち遠しい日となっていますが、一部の大手書店で行われる異例の事前抽選販売についても大きな話題となっています。例えば、大阪の梅田、蔦屋書店では、発売日の朝に抽選券を配布し、当選者のみが10時30分に、エルジャポンを購入できるという形式です。同様に、他の書店でも事前抽選を行う予定で、当選予定数、25名と告知されています。これにより、平野ファンは一層の興奮と期待を募らせています。出版業界の関係者によれば、平野紫耀が表紙を飾る雑誌は常に高い売り上げを記録しており、キンプリより、むしろ平野単体の表紙の方が売り上げ好調との声も聞こえています。2022年には、約1万紙の雑誌の中で、最も表紙を飾った女性に贈られる、カバーガール大賞のメンズ部門で、3年連続首位を獲得し、殿堂入りしたこともある平野。その実績から、エルジャポンの売れ行きには高い期待が寄せられています。さらに、EC サイトでも、エルジャポンの予約受付が行われており、27日時点で、Amazon ではお届け日が、10月7日から9日と表示されています。しかし、すぐに同紙を手に入れたいファンたちの多くは、書店に足を運ぶことで、発売日に手に入れることを望んでいることでしょう。エルジャポン、11月号特別版の発売を前に、日本中で平野紫耀のファンたちが興奮し、彼の魅力を再発見していることは間違いありません。彼のメディア露出の少なさから生まれた後の大きな注目は、彼のアーティストとしてのキャリアに新たな光を当て、今後の彼の活動にも大いに期待が寄せられています。発売日の28日が、平野紫耀ファンにとって待望の日となりそうです。平野紫耀のエルジャポン11月号特別版は発売前から驚異的な注目と売れ行きを記録しており、彼のファンたちは興奮と期待に満ちています。彼が表紙を飾る雑誌は常に高い売り上げを記録し、その魅力は多くの人々に認められています。特別版の内容は彼のファッションポートレートと独占インタビューが9ページにわたって掲載され、彼のファンにとっては垂涎の一冊となることでしょう。また、発売日の28日には一部の大手書店で異例の事前抽選販売が行われ、平野ファンは一層の興奮を味わっています。これまでの実績から、エルジャポンの売れ行きには高い期待が寄せられており、彼の今後の活動にも大いに注目が集まっています。平野紫耀のファンたちは、発売日が待ち遠しい一方、彼の魅力を再発見し、彼のアーティストとしてのキャリアに新たな光を当てています。彼の成功に期待し、これからも彼の活動を注視していきたいと思います。彼の